谷のオールナイトニッポン。
皆様改めまして風船詐欺です。こんばんは。こんばんは。人数です。ちょっとここでいい？邪魔？大丈夫？こんばんは、ビートライブです。違うね。ほんまちょっとわーってね、先ほどは誰が今、はぁって言った。先ほどはね、ビートライブさんのステージいかがだったでしょうか。もう最高、もう大好きです。もうね、やっちゃった。よかったね。まあまあよかった。上からけど一緒にやってもらえるの人がちゃうで。たまたまここで一緒でさせてもらってるからっていう。ほんまちょっと立てほんま。ね、ほんまに。ほとんど立ってんねんけど。ほんまにほとんど立ってんな。ごめんごめん。うちもそうなんですけど。めっちゃ受けてた。めっちゃ受けてた。よかった。すいません。すいません。よかった。なんか今日あの日を気にしたらいい感じ。あの日を気にした。ほんまにね、ありがとうございました。ほんで、まあ、本日は、私ども第7回、昭和歌謡、ちょっと、第5土曜で昭和歌謡ということでですね、はい、私たち昭和40年代を中心に今日も最後までやりたいと何ね、ほんで、先ほどもちらっと言いましたポイントカードですけれども、私たちね、ちょっとポイントカード作って考え方がミュージシャンじゃないですけど商売人ですよね。まあ、よしよしめやとか。そうそう。で、しかもポイントカードしょぼなってるんだよ。じゃあなんかシールがしょぼなってる。前までニコニコマークの大きいやつやったのに、何あのちっちゃい。売ってなくて、同じとこ買いに行ったらもうなかったんです。あ、なるほど。多分他誰かやってるんやと思って。そうなんですよ。まあね、それでね、まあそんなんなんですけど、5個貯まったらドリンクと変えていただいて、10枚シール貯まったら。ライブチケットに変えられる。まあ、5枚でね、もうええわ言うたらもう5枚でドリンクにしてもらってもいいし、またライブ行きたいなまた10枚まで食べてください。そんなね、やらしい話で、はい。で、カツラは2枚シールもらえます。他のライブは1枚なんですけど、ちょっと間違ってね、1枚しか渡してない人がいるみたいで、ちょっと後でちょっと足1枚しか持ってへん、持って行ってください。本当にすいません。はい、そんな感じでね。まあ、あなたがちゃんと説明しとかなさいよ。私も最初受付な、先にやって、後でやって、先にやって、な、2枚渡しといて説明したで。あれ、なんか味方になってません？頑張らせたらあかん。頑張らせたらあかん。そういうことなんですよ。はい、まあそんな感じでね、うん、はいはい、そしたら、まあ、まあ2枚ね、はい、そうなんで、ちょっと次のイントロいってくれる？別に何も、もうここ気にせんでいいよ。イントロいってちょっと食べてたからな。焼肉食べすぎてな。知らんし。知らんし。いつもやし、いつもやし、めっちゃ受けてるし。はい、そんな感じでございますが、はい、じゃあイントロいってもらえる？はい、それではですね、風船詐欺のこちらのライブ来てくださってる方はもう何回もめっちゃ拍手してるし、もう何回もね、お客様との掛け合いを楽しむこの曲で、私が歌った通りに歌ってください。で、今日ね、もしかしたらビートライブさんのお客さんで風船初めて見るよという方もいるかもしれません。その方のために、常連の皆様は先輩ですから、もう大きい声でね、しっかりと、なんかどうしたんですか、大丈夫リードするように大きな声で歌ってください。それでは参りたいと思いますが、よろしいでしょうか。それではいきますね、前の美純さんですね、はい。土曜の夜、ここか、あ、なんか土曜の夜、何かが起きる、
ありがとうございました。よう忘れるね、この一例ね。はい、それでは、ね、真面目に音楽しててもな、え期待のわしらないやな、もうわしらないこれはい、では明日誰かに言いたくなる、心理テストでメンバー紹介のコーナーです前回ね、メンバー紹介をいつもね、やってる時にちょっと普通にやったら面白くないから心理テストをちょっとね入れてみたらものすっごい受けたんですほんでね、ネタが続く限りちょっとやってみようかなと。味しみたそうそうそう、味しめましてね、この京塚雅子京塚雅子ってなんだよ違うやろ後で調べてみて何それね、本当にね。で、まあ、皆さんもちょっと考えてほしい。めっちゃムカつくやつなんかね。ほんまにね、もう本当にあなた、ね、ってことで、皆さんも考えてほしいんですけど、今日持ってきた心理テストが、あなたは桃太郎です。うん、知ってるとしいよ。桃太郎です。犬猿キジの家来連れて行けるのね。もう一匹動物連れて行けることになりました。それは何かしらとご自分で考えてみてください。それ自由に選んでいいの？自由に選んで、まだ言わずに考えてください。で、結局事情があって連れて行けなくなりました。その連れて行けなくなった事情も教えてくださいということで、はい、皆さん、ちょっとね、私あれやわ、頭の中で思ってちょっとなんてご勘弁いただいて、ちょっとねちょっと私あれやで、これやでみたいな、ちょっとね、はい、みんなちょっと大丈夫？セッキングタイム。なんか誰かをその生き物を生き物いたかもしれない、選んでそれがあかんようになったと、その事情も言えと。そう、連れて行こうと思ったけども連れて行かれへんようになってんて、うん、それは何、自分の中で勝手に決めてんの？そうそういうことです。まあ、例えば私ね、それ見たときに私は連れていくのハムスターって思ったんですよ。可愛いからね。でも連れていけなくなったと。それはなぜかって言ったら死んでしまったからと。弱くて。なんかブラックやね。超ブラックやな、なんか思ったんですけど。もうちょっと可愛く言えんか。え？可愛い。いや、しゃあないやん、自分から。まあ、ちょっと言ってもらっていい？何連れていく？そうやね。え、笑ってるわ。誰や、鬼って言うた人。誰や、鬼って言うた人。連れていく人、鬼でも。
回にされる方や。忘れてた、忘れてた。やめとく？え？誰か連れていく？あ、じゃあ、高2。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 ちっちゃい高2。そうそう。あら、高2。でも連れて行かれなくなったんですよ。なんでですか？ちょっと泣いちゃったから。泣いちゃったから。はい、あー、いいな。はい、小川優子さんです。はい、先輩のお兄さん、それの、あ、すごいすごい、なんか言いましたかこれ、金貸しは後で。はい、さっき聞いたばっかりで、はい、遅れてきた。気持ちがついてきてて大丈夫ですか、音の方は。ね、ちっちゃい。ちょっとちっちゃいですよね。なんかもうちょっと大きく調整しますけど。あ、そうなの。さっきこれ答えてから僕はね、ライオンを連れて行こうと思ってたんですよ。あらー、でも連れていけなくなった。強いからね。強いから、うん、連れていけなくなった。なんでですか、ね、朝起きたらいなくなってたちょっと怖いな、それどこ行ったんやペースの竹内王子ですよ。雑種ちょっと聞いてみましょう連れて行けなかった理由は、ね、一缶でね、保健所に連れて行かれて一缶で保健所連れて行かれたから、ありがとうございます。桃太郎の時代保健所あったギターしげにぃです。ありがとうございます。どうぞ。象、象乗っても楽だし、力ありそうだし、でも連れていかなくなるんですよ。もうね、想像通り食糧難食糧難どういうこと、それは食べれなく、象が象の食料確保ができなくてっていう、きびだんごが足らんかったよね。食いしん坊なんですね、今日は。はい、わかりました。スーさんです、ありがとうございます。いやちゃんとね、筋の通ったちゃんとしたこと言いますから。知らんけど。私、猫。にゃんこ大好きなんですよ。なぜか猫連れて行きたいんですよ。でも連れて行けなかった。行けなかったね。いわゆる、きびだんごが足らなくなった。一緒に食べちゃうね。じゃあ、きびだんごあげるわ。こうね、犬、猿、なんや、キジ、リス、ちゃう。キジとかあげて、で、猫、あ、ないわ、ごめん。ほな猫、あ、なんやと思うええわ、せが。あー、結構白状ですね。うん。割り切るからな。食べ物なければ白状ってこと。そうそう、猫は、そうやで、そういうもんね。あ、そういうもんなんや、わかった。はい、ドラムの北さんでーす。ありがとうございます。ちょっと、お一人お客さんに聞いてみていいですか？あ、あなたは犬。犬。なんで連れて行けなくなったんですか？かわいい。白内障。白内障。白内障にかかって。病気がち。なるほどね。ほんまの話。聞いたことあるんじゃん。面白すぎる。ちょっとですね、君さ、種明かし知ってるから一人で楽しんでる、ね、ほんまに、ね、それはですね、まあ、連れて行きたい動物はそう見られたい、ちょっと、ね、気持ちコーニー私たちの娘ちっちゃいからってちっちゃく見られたいってことですね笑いすぎる。で、連れて行けなくなった理由が、要はその人の人から嫌われるところです。食いしん坊、食いしん坊、白状やかましい。朝起きたら折れへんくらい泣いちゃう、泣いちゃう、死んじゃう。保健所、白内障。みんな大概やんか。そんな感じで私たち風船詐欺でございます。よろしくお願いします。なんだこれは。京塚雅子です。はい、でも京塚雅子、えこの間ちゃう人言ってなかった。新たま道夫やな。新たま道夫やな。それも分かれ。いや、新たま道夫な、調べたら結構綺麗な人。それやろ。これちゃう。なんか舗装で繁盛期の人。あ、そう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 ですよね。誰
あ、元宝塚人。違う違う違う。皆さんの言うことは一応古いよね。そんな感じでした。皆さんよかったら明日、岡崎の方やってみてください。まだ差し込んできます。はい、そうしましたら、一応私たち昭和歌謡バンドなので音楽に戻りたいと思います。それでは、鬼軍曹から始まるこちらの爽やかな表にお聴きください。
私がちょっとお邪魔させてもらったりしたんですけれども、今からですね、風船うさぎとのコラボの、もうこれ醍醐味です、なんか衣装っぽいのあるね、なんか衣装着てはる言うたあかん、言うたあかんの。それでは今からですね、もうビートライブさんはね、昭和歌謡を歌ってもすんごい上手いです、はい、もう、ま、あの後に歌うの嫌です私、振りが歌唱力じゃなくて良かったです本当にそんな感じで、それでは続きまして、ビートライブさんのニッキーさんとヒッキーさんがなんと兄弟デュオはいやってくださいます。あのまあ私目線ですけど、風船の時のすごい演奏もねしっかり聞いていただいて、はい、私も関係ないから素晴らしい演奏を聞いていただいて、それではご紹介したいと思います。お二人で歌うね、そうね、兄弟で、あのこれいりますか、スタンドいりますか、いらない兄弟のスタンドで、はいはい、こっちです、はい、それではイントロお願いいたします。タッキーやん、違う、あ、もう来ちゃった、あ、来た、あ、もう来ちゃった、あ、もう来ちゃった、あれ、あ、はい、あれ、妖怪人間で、あのギターのスーさんが言うと、あの前みたいに笑顔だけど後ろみたいに笑顔ちゃうほんまや、いやいやどうもすみません、あの安物の不動産やないんで、もう旅芸人みたいな、旅芸人これをね、あのこのちょうちんちゃうわネクタイをここにしていこうか言ったんですけどね、ニッキーがずっと 笑われっぱなしも嫌やろ言うんで、とりあえずまともに聞く場合じゃないような感じだとは ねずっと笑われてるずっと笑われてるとか寂しいの、普段蝶ネクタイしはれ死なれてはれへんから頭にしてしもたんやなと思ってそうみんな見てくれると思うんですけど、そうでもないですか、うん、やっぱりずっと笑うと思うよ あのね、笑わしてるというより笑われてるよね気持ちわかりますまあ、ということで、ちょっとまだ私もカンペ見ながらすいません、申し訳ない、あんまりね、大きなあのカラオケボックスであってもらうから、いやいや、お二人、まあ、ね、頑張りや、一曲ね、お前もな、すみません、もう行っちゃうわけ、行って渡しますから、はい、めっちゃ緊張してはるわそれでは、イントロお願いいたします。緊張してるふりやん、あ、やらしい、はい、どうぞあ、明日私は旅に出ます、あなたの知らない歌っていただきましょう、ビートライブさんのニッキーさんとヒッキーさんで、アルサ2号、明日私は旅に出ます、あなたの知らない人と二人で、いつかあなたと行くはずだった、春はまさに信濃路へ、さきざきで思い出すのはことだと分かっています、その寂しさがきっと私を変えてくれると思いたいのThank you.
都会の隅であなたを待って私は季節に取り残されたそんな気持ちの中の焦りが私を旅に誘うのでしょう油断してましたね。新人の漫才師みたいなね。新人ではないね。ベテランでもないけど。本当皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、リリーちゃんお願いします。どうもありがとうございました。キッキーさんとニッキーさん、もう一度大きな拍手を。はい。で、他のメンバーのファンの方、お待たせしました。で、続きまして、3名様どうぞ。まだまだ遊ぶ、まだまだ遊ぶ、まだまだ遊ぶよ。わーイエーイ、はい、続きまして、もうパーティーでもですね、ちょっとお客様上がってきてもらってコーラスしてもらったりしたこの曲で、またこちらね、あなたもう使いたい放題やな。そうやね、めっちゃ時使うなって言われてビートライブさん使いたい放題2回目ともなると、あれ、なんかあ、ダンサーとか、そうか、なんかこんな踊りでしたっけ、なんかありました。じゃあ、普段ね、踊ったりはしないこの方たちがどんな踊ってくださるか。踊りまくりますよ。はい、それでは行きたいと思います。よろしいですか。はいはいはい、ではコーラスお願いします。錦野明行きます。どうぞ。Thank you.
か資本がちっちゃい見えへんねえどうもありがとうございました。ありがとうございます、はい、じゃあ、皆さんどうぞでした。いやいやいや感想でも楽しかったですありがとうございます。じゃあ、モーリーさんとジョンさん本当に違いますよね。すいません、でもジョンさんそっくりなんで、ジョンさんビリーさんもありがとうございました。そして若いニキさん、ヘキさんありがとうございました。皆さんもう一度オペラですお願いします。いや贅沢やな、しかも錦のアキラやろ。真逆やで。な普通錦なんて男やん。男がおって周り女やで。な逆やな。逆ハーレムやな。すいませんファンの方、ビートライブのさんのファンの方、めっちゃ幸せ。羨ましい。はい。じゃあ、大暴れしちゃいましたけどもね、今からちょっと次回の先のライブが超大事な疲れじゃない。ウーロン茶飲みたい。うまいな。ちょっと静かにしまえる。次がですね、間違いちょっとライブが来週8月7日にまた中津でございます。またあんの。それね、であと9月横浜で、でそうなんですよ。で初めてなんですよ。やっとこそ初めて。ありがとうございます。ハワイとか明日は整備カーニバルね、中崎町の方で、そうお祭りが去年はちょっとねお世話になったんですけど、今年は私たちお留守番ということで、はい、まあ、お近くの方はぜひ無料なので行ってください。で、それからのやった、10月またこちら29日、はい、また第8回やらせていただきます。ちょっとやらしい話しますけども、私その前日誕生日なんですね。29日の前日なんです。何にも言わないから、ただあの皆さんぜひ会いに来てください。多分逆に来ないと思う。まだ薄いやん。まだはい。それからあと12月も、間違ったで聞いてるよちゃんと。で12月にまた大正区の田中酒店さんというディープなところでこんな感じでまたホームページなど見ていただいたらと思いますので、ぜひまた皆さんたくさん遊びに来ていただいたらと思います。よろしくお願いします。それでは、はい、ラスト2曲。そうですね。ではちょっと、ちょっと、感じやん時間ね。そう。まだみんな電車間に合ってるで。はい。バスも間に合う。いきます。わあ。
ありがとう。ありがとうございます。いやいやいや、アンコール。ありがとうございます。すいません、本当はビートライブさんもやっていただきたかったんですけど、でやってくれへんかったん。そこでめっちゃガーってなんかいいいいなんかビートライブさん差し置いてね、そうですよ、すいません。まあまあ、うちとかねえ、もうほんま後でまた喋ってくださいね。性格はめちゃめちゃまたファン作ったんちゃう。いつのためにね、ファン作ってくるんですよ、この人ね。本当にまあ、私たちのね、会だからどうしてもうちらがね、あと後発でやっちゃうんですけど、今度また1対1じゃないわね。怖いな。同じ対マンで喧嘩を止め。今度は私は先させてもらっていいですか。ほんでまた嫌だよ、もう。いや本当にね、また今度ね、ビートライブさんとね飲みに行くんですよ。本当にね、今日また無事にさせていただいたのも協力していただいたビートライブさん、本当にありがとうございます。ありがとうございます。すいません。で頑張って東京から駆けつけてくれた竹内さん、ありがとうございます。ね、ほんま、よう頑張った、よう頑張った、よう頑張って、よう頑張ったわ。はい、で、内容内の皆さん、今日もどうもありがとうございます。いろいろ、申し訳ありませんでした。本当にありがとうございます。それからね、こんだけたくさん来ていただいたお客様、本当にありがとうございます。幸せですね、本当幸せ。何回泣きそうなのこれ、本当に、ね、我慢しながら歌っておりますが、ポイントカードをね、ちゃんともらって帰って、ほんまほんま、得して帰ってくださいね、本当にね。はい、また次にお会いできるのを楽しみにしながら、またこちらもお決まりでございますが、鬼軍曹から始まるこちらの曲で、あれやかな、いつものあれ、宮古はるみちゃん、宮古はるみちゃんし、やってないから、そちらでね、皆さんで歌ってこうバツッと終わりたいと思います。水色は違う、またさっき言ったやん、台無しやで。すいません。どうぞ、あ、じゃあこちらおじさん、いきます。また会いましょう。焼きそばみたい。